界が上がる原因がなんとなく分かったんでね。1ヶ月おめでとう。思ったよりおとなしい。2023年11月の4日になりました。朝6時になりまーす。ということで、なんか雨ポチ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 ちょっと降ってますが、これね、昨日無事にっちゅうか、後半2回はもう強風でしたね。はい、そんな中スプレーヤーでね、小麦の雪腐れ防除を終わらせましたが、今日も風吹いてるね、山本くん。今日こそこれやれないんじゃないかな。いや、雨降ってきた。なんかね、これからまだ雨降るみたいなんで、ちょっと早めにね、山本くんとこれランニング、お互いの健康、長生きのためにランニングいたしましょう。はい、ピタロウくん整備して外に出したまんまです。こういう時に限ってね、雨降るんすよ。はい、なぜですかね。外に出しとくとね、せっかく整備しても錆びちゃいますけど。ああ、もういっぱい出したので、ね、トラックからこれネギワのねスプレーや、これもね、太液入れてこのまんま格納したいなと思ってるんですけど、やりたいことあるな。爪も入れたいんだよね。まあ、とりあえず健康管理が大事ですから、山本くん走りましょう。さおいさ、よっこいしょいち、よっこいしょいち。はい、ここはね、昨日無事に、はい、ほぼ無風の時に防除できた畑でございますが、山本くん残り2回が心配だわね。まあ、触ったら薬液がついてたんですけどね。まあ、来年の春だったらわかるでしょう。はい、雨に当たる前にね、ハベッサ倉庫に入れましょうと。ほんと降るんだけどね。山は隠れてるけどね。はい、倉庫に入れました。今日はね、これ全部格納してからね、爪とか外の作業しようかななんて思ってますが、こうやってね、使わなくなった機械はどんどん奥からこう詰めていくんですけど、次使うことも考えながらね。これ春使うでしょ、種芋供給機ね。この後ろ乗っかってるかまぼこバイドも春使うでしょみたいなね。まあ邪魔になったらね、どかしゃいいという考えもありますが。いや、 GoPro 壊れてからね、気がついたこと、マイクのスイッチ入れないからむっちゃラグなんですよ、セッティングは。ただボタン押すだけで録画できて、意外と声聞こえてるよね、声近づければ。なんか GoPro は壊れてくれたおかげで、私の撮影スタイルも変わってくるのかなと、そんな感じでございます。はい、それではまずハーベスターからね、ここに入れますか。これ低温庫もあるんでね、この奥にね。こう通り道もつけたいんだけど、そんなこと考えたら入らんかね。ローバックしましょう。左ピチピチにまず入れちゃいますか。扇風機もぶつかるぐらいギリギリまで入れましょうか。とその前に、これ研磨機ね、じゃがいもの。本当は玉ねぎなんですけど、これね、贈答用に磨くのに使うんで、これ閉まっちゃったら出せなくなるんで、これ出したいと思います。よかった、食べてないわ。これ食べてません、残ってます。ネズミ撲滅成功のようです。はい、格納しました。もうちょっとね、これ左にね置いてもいいっていうか、置きたかったんですけど、これジャガイモ出したりするのにこれが取れるようにちょっとわざとスペース空けました。これ後ろはね、もうギリギリだね、もうギリギリのギリギリでーす。はい、続いてこれをしまおうかな。で、これね、太液入れんばならんので、ちょっと入れますかっていうか、なんでカラスこれいつもね、ゴムってとこれタオルこん中入れたるので、ね、蓋ちゃんと閉めてないんだね、きっとね。ガチッいつも出してるんだよね、これね。カラスがほんといいことしないね。はい、これに太液入れまーす。なんか寒くなったね、朝よりね。今8時ぐらいなんですけど、急に寒くなりました。はい、太液10リッターぐらい入れましょうか。ドボ、ドボ、ドボ。10リッターもいらない？心配だから10リッター入れて、で、もう10リッター水足します。はい、水10リッター、ジャバ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 。合計20リッター入れました。こんなにいらんかね？どうなんでしょう？はい、考えてみたらね、このトラクターまだ冬用の燃料入れてないんで、まだね、タンクにね、冬用燃料入れてないんでね、これちょっとさっきの横は格納しないで、違うもの格納しましょう。ピートハーベスターの開いた右側のところには、土手の草刈りをしてくれた、このモアを置きましょう。あ、余裕だね。なんかもったいないぐらいだね。ガシャッ。さっきモアが置いてあったところには、このリーフシュレッダーね、置いときまーす。ギリギリまで。はい、続いて枝集めるやつですけど、どこ置くかね。意外と幅あるな、これね。ハーベスターの右側はちょっと危ないか。こっち置いとくか。ドリルの前に置いときましょう。ちょっと斜めか。いいか。はい、格納しました。はい、ネギアスプレーヤーの、ね、さっき入れた不凍液を出しましょう。ガシャッガー。青くなったら OK です。泡出てきた。あ、もう大丈夫かな。青いね。大丈夫そうですか。端っこまで青いのがちゃんと出てるでしょうか。はい、 OK です。
プレイヤーつけたままこちらに格納ですけど、なんかね燃料見たら結構夏用いっぱい入ってるんだけどね、冬用ちょっと足すだけで大丈夫なんだけどね、まあ、いつもそんな感じなんで大丈夫かなとは思っているんですけども、あとこれだよね、このこれいつもね紐でこうやって縛ってんですよ。これまたこれ時間あるとき縛りたいと思うんですけど、こっちなんかもうぶつかってますからね、あれね。皆さんどうやって縛ってるんでしょうかね、ネギはね。あらこれこれも飛び出してるでしょ、ここ。これもこう紐縛るんですけど、これぶつけたら結構高いんですよ、これ。ポキッと折れてね。アイスプレーヤーとりあえずこれで冬越せます。はい、続いてですね、このアッパロータリー倉庫に入れときたいと思います。これねちょっと冬の間土塊が上がる原因がなんとなく分かったんでね、もう片方にウェイトつけたいんで、ちょっと修理っていうか改造したいなと思っております。はい、外しましたが、ちょっとねスプレーヤー置きづらくなるかね、他置くとこないからね、しゃあないね。ということで昨日使ったスプレーヤー格納したいんですけど、無床にね雨が降りそうなんで、その前にね爪入れときたいんですよ。来年の芋畑、このアッパロータリーね、来年ね、でここにウエイトつけて、んで土塊が上がる理屈はこうパラソイラつけたじゃないですか。でパラソイラが浮いてしまうっていうか、傾斜になるとね、その時余計にこれが浮いちゃうっていう可能性もあるようなお話も聞きましたんで、来年はねパラなしにして、んでもってね爪をですね秋のうちにちょっと入れておきたいなと思ってるんです。はい、それでこのスプレーヤーの整備はちょっと後回しということになりました。ということで簡単な格納終了でーす。おはよう、孫ちゃん2号ちゃん、1ヶ月おめでとう。1ヶ月あっという間だねどうですか1ヶ月になった感想は。すごい真剣な顔でカメラ見てくれますね。カメラ目線でありがとうございます。かわいいね、おめでとう1ヶ月。ペロッペロッペロッ、リリしい顔でペロッペロッ、うん、じゃあ生後1ヶ月目も2ヶ月目か、楽しく過ごそうね、大きくなってね。初めての日分かってるーす。どうなるかな、歩いてきたね、うん、すごいおしゃれなお店だね、うん、うん、なんだなんだ、あ、症状だ、症状あるね、時計ある、暑かったでーす、足病室で買ったでーす、思ったよりおとなしい、うん、偉いね、おとなしいね、びっくりしてる、すごいじゃん。